ちは。お願いいたします。はい、ここに出たのに野球場を行う色白いチームのアナウンサーが登場してきてくれました。じゃあここでいったんバイバイ。バイバイ。はい、それでは早速、はい、自己紹介からいきましょうか。はい、本日ピックアップダンサーを務めますバリトンとハワイアンズダンシングチームの下田アンナです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、じゃあいつもはね、下ちゃんと呼んでいるんですが、今日は特別な場ということで下田さんとお呼びさせていただきますね。緊張しないでね。はい。はい、じゃあ早速質問に移りたいんですけど、下田さんは私の中では美容女子というイメージがすごく強いんですけど、普段から気を使っていることとかってあるんですか？そうですね、やっぱり毎日の洗顔とスキンケアは必ずちゃんとするようにしています。スキンケア、はい、スキンケアって何をされてるんですか？ですね、美白に特化した化粧水や、毛穴だけの化粧水、そしてシミとかそばかすだけの化粧水をそれぞれ切り分けて使うようにしています。すごいですね。皆さんの中で同じようなスキンケアされてる方いらっしゃいますか？なかなかここまで使い分けできない。はい、それじゃあ美白にこだわってるっていうことだったんですが、実は私、下田さんが日傘を差して出勤しているところを何度か見かけたことがあります。日傘はずっと差してるんですか？そうですね、本当は今年はちょっと1年間日傘を差していきたいんですけど、やはりちょっと周りのちょっと目線がちょっとやばいなと思って、春先から秋頃にかけてですね、使うようにしています。すごいですね。はい、じゃあちなみに日焼け止めはもちろん毎日です。毎日？毎日。1年中塗ってます。冬でも？はい。すごいですね。私も春先からしか塗らないので、なかなか色が抜けないんですけど、もう努力の賜物ということですね、この美白は。全然白くはないんですけど、でもしないですよ。お肌も赤ちゃんみたいに綺麗で、思わず触ってしまいたくなるお肌をされています。ありがとうございます。はい、それではもともとお話をお聞きしたいんですが、次の準備もあると思いますので、はい、ここでお別れしましょう。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。下田さんの女子力の高まり感はすごかったですね。はい、それでは